こちらオーストラリアの会社が開発した段ボール製の無人航空機です世界各国の最新の防衛技術が集まっています12日ロンドンで2年おきに開かれている防衛産業の展示会 DSEI が4日間の日程で始まりました1500以上の企業などが出展し世界各国の軍や防衛関係者らが集まっています DSEI には日本の防衛装備庁もブースを出展し日本企業8社が殺傷能力のない軍需品の部品や航空自衛隊で運用されている機動衛星ユニット通称空飛ぶ ICU などを紹介しています。 日本にしかない出世品なので、世界中の方で見ていただいて、いろんな軍で使っていただければ、その人のデータが助かる。日本政府は殺傷能力のある武器の輸出を厳しく制限しています。一方、救難、輸送、警戒、監視、総快のいわゆる5類型の防衛装備品は輸出を認めていて、官民一体で日本の高い技術力をアピールしています。